はい、こんにちは。ジンタマンチャンネルのジンタマンのパパです。今回の動画は今からね、スノーボードシーズン2425シーズンか、これに入ってくるということで、新しいアイテム届きましたんで紹介したいと思います。で、じゃん。はい、もうこの長さね、見たらわかると思います。ボードが届きました。で、僕がね、正直ボードって新品乗ったことがないのよ。まあサラリーマンではお金がないので、中古ボードのね、気に入ったやつ乗ってたんですけど、今回初めて新品買いました。まあ、ジンタマンはね、いつも毎度新品のボード買ってるんで、いいなと、羨ましいなと思ってたんですけど、僕もついにね、新品買いました。コスパのいいやつを買ってみましたんで、早速ね、開けてちょっと紹介してみたいと思います。よし、そしたらね、開けていきたいと思います。はい、出てきました。 GT スノーボードのゲイン150ということで、今回 GT スノーボードから新しく出た、新しい機種にラインナップされたのかな、ゲインということで、まあ初心者でも乗りやすいですよと、グランドトリック始めるのにやりやすいですよというような板ね、こいつが6万切るのかな、税抜きで6万切るのかな、で早割パックで買ったんで税込みで6万1000円とかなんとか割引があって6万1000円ぐらいだったと思います。非常にコスパのいいボードになってるようです。で素材もいいものを使ってるということ、裏がこんなやつね、ゲイン、どっちから見てもゲインと読めるような感じでなってます。グランドトリックの板ということで、僕はね、もうグランドトリックやるような年じゃないんだけど、まあフリーランの途中で、さらっとなんかできたらいいなと思って、まあ、ちょっと練習してみようと思うんでこいつを買ってみました。こいつ非常に、軽いです。ものすごく軽いで、グッと柔らかいと、でトーションが効くのかな、トーションがすごく効くって話だったけど、ちょっと乗ってみないとそれはわからないかな。ちょっとバインつけて乗ってみようかな。よいしょ。とその前にビニール破った。マットな感じなのかな。光沢がない感じで、ちょっとザラザラしている。全体的にザラザラしている感じで、なんか雪が張り付きにくいですよと。呼ぶような素材になってるそうです。黒と白となんか模様が入ってかっこいいね。裏もゲインって書いて模様が入ってる。そして GT のマーク、キャンバー形状で、可変キャンバーだったかな。乗ったら踏んだところが、このペッタンコのところがロッカーになるとかいう話なんで、回る系ドライブ系とかがやりやすいんじゃないかというような板になってるようです。よし、じゃあ早速バインつけてみよう。はい、バイン持ってきました。ドレイクのキングリミテッドかな、キングリミテッド、これを持ってきました。これも去年買って、何回使ったかな、3、4回使ったのかな、3、4回使って、結局元使ってたフラックスの DS に戻しちゃったんで、こいつを取っておきました。でこいつをね、こいつ非常に軽いんで、こいつに合わせてみようかなというふうに思ってます。よいしょ、こんな感じかな。よし、こんな感じでつきましたと。黒、もうちょっと派手な色でもいいな、バイン、まあいいけど、こ
んな感じで仕上がって、まあそうね、こうなるとちょっと履いてみたいかな、やっぱり履いてみたいな。履くか。ん、ええんちゃうん、お、いい感じ。で、こっから引き上げると、あ、この辺がすごい強いな。そして、あ、トーション馬力、トーション見えるかな。トーションすごいな。プレスの時とか役立つんだろうね。まあ今から練習していくんだけど。で、引き付けると、もっと後ろにテールに乗りたいけど怖いなぁと。靴下が滑る。靴下があれや、ビジネス用靴下ちょっと厳しい。これで、ここに乗りたいな俺。まだそこまで乗る技術がないかな。手ついちゃった。テーマにこんな感じか。はい、ノーマニ。ノーマニは分かんねえな、カメラで見ると。トーション、こっから見ると分かるのか、分かんねえな。よかった、トーションの方か。オートーション効かして、バックテールかな。バックノーズ、疲れた、おっちゃん疲れた、あかんこれは。まあまあまあ軽いんで取り回しやすそうな気がするね。いいじゃないのかな。よし、今回これぐらいにしよう。ちょっとビール飲んで風呂入ろう。汗かいた、たったこれだけで。はい、よし。はい、というわけでね、今回は GT スノーボードから出たゲイン、ニューアイテムのゲインね、コスパに優れたモデル6万、税抜き6万1000かな。で、まあ6万台の板なんだけど、それ以上にいい性能を持ってるよというゲイン、成長とかそういう意味だと言ってたな。初心者にも扱いやすい、すごく軽くて、柔らかい、そして、芯があるっていうのかな。ここ辺がすごく粘りが、 GT で粘りがあるらしいんだけど、ちょっとこれはおいおいねやっていきたいと思います。で、僕もね、あのコキスみたいにパキパキしたグラトリもうやれる年じゃないんで、まあ、さらっとね、フリーランの時にさらっとなんかできるやつをね練習したいと思いますんで、この板買ってみました。皆さんも気になった方はチェックしてみて、買ってもらってもいいのかなというふうに思います。コスパが非常にいいです。買うにはまだ売り切れてないのかな、まあ、売り切れかもわかんないんで、売り切れた場合には来年モデルをね、予約販売そのうちすると思いますんで、その時に購入してもらえればいいのかなと思います。で、今回は GT スノーボードから出たニューアイテム、ゲイン、これを紹介してみました。じゃあ終わっていきましょう。それではゲレンデでお会いしましょう。バイバイ。はぁ、疲れた。